はいどうもピオキングです。今日はですね、あつ森をやっていくんですが、見てこの預金残高1500万ベルあるんですよね。先週ですね、日曜日に、株を400万ぐらい買ったんですけど、また株価がね400ベルぐらいの時があったから、全部売ったら、1500、600万ぐらいだったけど、結構なったんですよ。お金持ち結構お金持ちですよね。こんなに正直いらないんですよ。ローン残高まだあるけど、それを払ったとしてももうそんなにいらないですよね。だからですね、もうこの預金残高、1500万ベルあるけど、約ですね1000万ベルほど視聴者の方にねプレゼントしたいと思います。プレゼントとは言ったものの、どうやってあげるかっていうのはまだちょっと決めてないんですよね。ツイッターが一番いいんですけど、僕をツイッターでフォローしてくれてる方で、集まれ動物の森をやってる方っていうのはもしかしたらいないんじゃないかなと思いまして、さてここでどうやって皆さんにこの1000万ベルをプレゼントしようかなって思った時に、やっぱり予告しかないですよね。だからこれをプレゼントする時は予告をしたいと思います。一人そうだな、50万ベルぐらいを20名の方にお配りさせていただきたいと思います。その時のね情報をもう少しだけ待っておいてください。それまでにね、僕がこのお金をね全部使わなかったらいいけど、ローンの返済はしておきましょう。とりあえず預金でもうこれ全額しておきます。一応地下室ももう作ったんですよね。地下室作ったら250万ぐらいなんかローンを払えとか言われて、そしてお家のローン払い終わった。なんもなんないの、おめでとうみたいなないの。250万だよ何もないの。あ、来た。お家のローン全部払ってくれてありがとうございます。なんかあんのかな、ピオキングさんの暮らしは安泰。ピオキングさんのお住まいは永久保証ってことで、お家のリフォームを1日1回無料で引き受ける。そんだけちょっと待って、そんだけ、マジかよ。うわ、マジそんだけじゃん。いっか、とりあえず今ね坂を作りたいから、ちょっと坂を作りに行きたいと思います。そして今ちょっと坂を持ってきたんですけど、僕はここにですね風車の丘を作りたくて、坂をちょっと一段かけたいと思うんですよ。風車の丘って言ったらなんか芝生のイメージがあるから、こういう風にかけて上の方にももう一個ねこの坂を作りたいと思うんですよね。ただちょっと先にこっち作ろうか。よし、それじゃあですねナチュラルのスロープをもう一回作りたいと思うんで、そうだな、この辺に作ろうか。今回はこの辺でねナチュラルのスロープを作りたいと思います。これ以上ね左はできないんですよね。あ、ちょっと待って、ハニーは邪魔じゃない、はしご持ってきてなかったらこれ緊急脱出しなきゃいけないところだったよね。あのハニワがこの工事のハニワが邪魔で通れんかったもんね。でですね、この風車の丘の前に公園をちょっと作ってみました。公園って言ったらもうちょっと乱雑な感じするけど、あとはねここに坂を作った後に、どんだけもっと公園らしくするかですよね。まだ欲しいもんいっぱいあるから DIY でねちょっと手に入れれてないんですけど、それを手に入れてどんどんねまた開拓を進めていこうかなと思います。あとは変わった場所といえば、ちょっと待ってね、この風船は取りたい、ここか。よし、 OK。 こんな細いところにうわ、入ると思わなかったな。いっか。そしてですね住宅街を軽く作っておきました。みんな憩いの場っていうところで、こういう感じでちょうどですねここに1人分の家が入るんですよ。上ここもね1人分入れるようにちょっと枠を作っておこうかな。よし、こんなもんでいいでしょう。これであと2人は呼べますね。
まあ、呼べるって言っても結構選んでるんですよね。まああんまり来てほしくない人にはねキャンプ場で声かけてなかったりするから結構選んじゃってるんですよマジで。あとはですね、まあ、家が変わったのは当然なんですけど、温泉街っていうか、まあ、温泉施設も変えました。ちょこちょこ砂場を入れたり花を植えたりして、まあ、色鮮やかにこの辺はやっていきましたね。で2階のところに柵をつけたり竹を置いたりね、街灯の位置を変えたりして、まあ、雰囲気はねある程度良くなったんじゃないかなって思います。まあ3階はこのままでいいかみたいな、3階には柵はつけません。でここにね巨大なこのねクマパンダかパンダのぬいぐるみを置きました。これ可愛くない？これめっちゃ可愛いよね。あとここにベンチが欲しいんですよ。なかなかベンチが手に入らないマジで。ベンチの DIY 誰かちょうだいって言いたくなるけど。さて今日はですね島の開拓をどんどん進めていきたいと思います。まあ初めてかな島の開拓動画を上げるのは。でどこを開拓するのかって言ったらまあここなんですよね。まあここがちょっと寂しいかなと思って、まあ、石畳とかを引いてるんですけど、こんだけじゃ寂しいよね。まあ華やかさがないっていうのかな。だからこの辺をねもう少し鮮やかにしていきたいと思います。鮮やかにするって言ったらとりあえず花をどんどん置いていきたいから、砂をねちょっと真ん中にこういう感じで置いて、ここにですねちょっと花を置いていこうかなって思います。でこの花は何がいいのかって言ったら、まあ気持ち的にはコスモスがね和チックでいいんですけど、ちょっとバラがねそこら辺に咲き乱れてるんですよね。バラの処理もどうかしないといけない。ちょうどここになんかあるな。これでいいかも。赤のバラは僕あんまり好きじゃないんですけど、オッケー。ちょうど3つあったし、このバラ、あ、紫ある、紫、これいいね。そして風船もある。ちょっとこの風船取っておこうか。この辺か。よし一発ゲット。でこれは何だろう、レシピだったらいいな。シンプルだパーカー普段ね着物しか着らないから、まあ、この子にはね普段着物しか着せてないからね、まああんまりいらないかな服っていうのは。マイデザインで探したら結構さ着物って可愛いのいっぱい出てくるから、よし、それじゃあここにバラを置きましょう。ちょっと全部レアなバラ行こう。この3つ行こう。 OK、 いいねいいね。ちょっと白っぽいのがないな。まあいいか、とりあえずこれ、このバラ3つ置いておきます。そしてここに滝を作ってるのはいいんだけど、ここね、ここどうしよう。この真ん中木植えよっかな。木何を植えるかって言ったらね、まあフルーツを植えて、これでフルーツの木がなると思うんですよ。そしてこの2つにはコスモスを入れます。コスモスはどうしよう。赤いコスモスを植えて、こっちは黄色入れようか。黄色いコスモスで、こっちも左右対称にするように赤いコスモスを入れて黄色いコスモスを植える。これで多分ねいい感じになるでしょう。やっぱここさ、ツツジ入れよ。ツツジなんか気持ち的にめっちゃツツジ入れたくなったわ。左右はねもうちょっとツツジでいこうかなって思います。 OK。え、なにこれ、電話ボックス入れた電話ボックス失敗して入れた。これでねツツジが入れれたか。オッケーオッケー、ツツジと木が植えれました。このコスモスはこのね家の隣に植えようかな。もうちょっとですねここら辺を、まあ、石畳をどんどん拡張していきましょう。オッケーオッケー、まあこんな感じでここもバラを植えるか。ない色植えようか。黄色と白と赤がないのか。ちょうどこの辺にあるな。まあこんな感じでちょっとは鮮やかになったかな。でですね僕ちょっと考えてるのが、流れる川っていうのかな、これを消して、まあ、この上にですね博物館を作ろうかなって思ってるんですよね。まあそっちの方がね今ある場所あんまり好きじゃないから、まあちょっと移設しようかなって思ってます。
はい、今日の集まれ動物の森はここで終わりたいと思います。僕はですね、まあ開拓っていうよりちょっと株で儲かったんで1000万ベルをね皆さんにプレゼントしたいと思ったんですよまあそれがだけが伝えたかったんですけど、まあそれだけだったらちょっと動画の尺的に短すぎるから、ちょっと島のね開拓も進めました。それじゃあですね、今はまだどうやって渡すかっていうのは決まってないんですけれども、もし決まり次第すぐにでも発表したいと思います。なるべくね早めにするんで待ってておいてください。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。